speak. Pretend that I'm...はい、南高美容師夏です。今日は自分の癖を好きになろうっていう動画ですね。まあ、今梅雨時なんですけども、やっぱこう宿毛矯正だったりとか欠けてますよね、癖毛さんですね。じゃなくて自分のですね、癖を好きになって癖を生かしてみてもいいんじゃないかなっていう動画ですね。ちなみにですね、僕もですね、これ癖毛なんですよ。はい、癖毛を生かしてセットしてるんですよね。っていうのをこう癖毛のセットの仕方と生かし方と、まあこういうパターンの人もいますよっていうですね、こう実例もですね出しながら、ちょっとこう、あとスタイリングの仕方ですね、最後の方に癖を生かすスタイリングの仕方もこう踏まえてこうご説明していこうかなと思ってます。まあ、僕のチャンネルをですね、こうやって癖毛だったりとか、まあヘアケアを特化してこう発信しますので、まあよかったら再生リストとかもいっぱい作ってますんで見ていってください。はい、まずですね、まあこの方ですね、シンプルにこうなんかうねるような癖と広がるような感じなんですけど、まあこの方っていうのはうちのスタッフなんですけど、普段はですねストレートアイロンで伸ばしたりとか、まあストレートアイロンの使い方の動画だったりとかもですね、このチャンネルでこう紹介してくれてるんですけども、まあこの子ですね、この子っていうと変まあこのスタイルですね、そのまあこの時期ですね、こういう癖毛ぶわっと広がる癖毛とかはこうあえてですね、こう伸ばしたりするよりは生かしてやった方があんまりストレス少ないんじゃないかと思います。はい、でも何やともあれちょっと生かしたビフォーっていうのがこれですね。これスタイリングっていうのはですね、水、ムース、ジェルだったかな、はい、を使ったスタイリングですね。はい、癖を生かしただけのスタイリングです。アイロン使うとすれば顔周りぐらい、前髪とかはアイロン使っていいのかなと思いますけど、全体はですね、こうやってこう癖を生かしていくと可愛いスタイルが出来上がるのかなと思います。このスタイルの作り方は最後にこう動画まとめてますんで、もうよかったら見てみてください。で、次がこのロングスタイルですね。まあ、こちらもまあ強い癖というよりは広がる癖ですね。はい、ぶわっと広がる癖で、このスタイルはムースオイル、この2つだけ、ムースオイルだけで癖を生かしたスタイルになりますね。これですね。で、この方も、結ぶ、もしくは前までは宿毛矯正かけられてたんですけども、もう宿毛矯正をやめたいということで、まあ、自分の髪質がですねやっぱいいということで、まあ、宿毛矯正をやめて、もうほぼほぼ地毛ですね、この方の髪の毛はですね。で、地毛で、まあ、なんと言いますか、お仕事の時は結ぶ、ね、くくるっていらっしゃるんですけども、まあ、オフの日がですね、やっぱどうしてもアイロン通すのめんどくさいっていうか、今の時期ね、アイロン通してもどうしてもこう癖が出るじゃないですか。ですので、まあ一つのご提案として提案させていただいたんですけども、まあ、濡らしてムースつけてオイルですね、この3つ、この参考というだけです。で、このスタイルが出来上がるんで、まあ自分でもできそうっていうことで、まあムースとオイル買って変えられましたね。まあ、抵抗で、まあ、自分の癖を生かしてこうスタイリングされても癖毛さんっていうのはいいのかなと僕は思ってます。ムースですね。ムースはこのミリワックスフォームっていうムースですね。で、まあおすすめなんですけども、あと一個おすすめはデーボのスプリングパフっていうワックス、ムースはおすすめですね。この2つかなと思います。まあ、癖毛さんにはなんかちょうどいいのかな、べちゃっとなりすぎず、まあ、キープ力もあるんですよね。で、しっかりこう水分を含んでくれるんで、癖もしっかり出やすいですね。で、その後に、まあ、オイルは揮発しにくいっていうオイルを使った方がいいですね。まあ、うちはトラックっていうオイルを使わせてもらったんですけど、まあ、N ドットとかモイとか、まあ、なんかいろいろありますよね。そういう揮発しにくいスタイリングオイルを使われるといいです。やっぱ癖毛さんの癖毛を生かす理論としては、やっぱ一回濡らしてあげるんですよね。で、自分の癖を出してあげる、ちょっと怖いかもしれないんですけど、一回濡らしてあげるんですよ。僕の場合はもうシャワー水かぶります。ダーッとかぶってムースつけて、まあ、僕はオイルとワックスを混ぜるんですけど、で、そのままつけて、あとはもう自然乾燥で終わりですね。はい、まあ、乾かしてもいいと思うんですけども、自然乾燥で僕はいいのかなと思ってます。はい、で、そのまあ癖毛さんがですね、癖毛を生かそうと思うならば、ムースとですね、ムースとオイルさえあれば結構こういい線いくんじゃないかと思ってます。うん、まあオイルも揮発しにくいオイル、スタイリングオイルですね、揮発しやすいっていうのはこう、まあ、ウェット感が出にくいってやつですよね。ウェット感が出やすいオイルを使うことですね。で、何ですか、その私まだまだ癖強いのよとか、まあいろいろ多岐にわたって癖はあると思うんですけども、結構
カットとヘアケアですね。いつも使うヘアケアとかでなんとかこう収まりよくはなると思うんですよ。こう宿毛矯正本気でやめたいっていう方は、まあ、その辺のことからしっかり固めていってムースとオイルがあれば結構こう癖毛生かせるんじゃないかなと僕は思ってます。このぐらいの感じだったらめっちゃ良くないですか。この2スタイルですね、僕めっちゃ好きなんですけどね、はい。まあ、宿毛矯正でも条件としてはやっぱ宿毛矯正が残ってないっていうのが条件ですね。やっぱりどうしても例えばここは宿毛矯正、ここはくせ毛っていうパターンが一番嫌じゃないですか。ここは膨らむし、ここはねストーンと落ちるし、でそれ全部の宿毛矯正がなくなって完全に地毛っていう状態になった時にくせは活かせるっていう感じですね。だから宿毛矯正が少しでもやっぱ毛先にあったりすると、まあ、毛先ちょっとぐらいないと思うんですけど、やっぱこういったスタイルですねっていうのはなかなか作りづらいんで、まあ、もしですねこう宿毛矯正をやめていきたいという方はですね、まあ、今からお送りするこう動画をですね見てちょっと参考にしていただけたらなと思います。まあそのくせ毛なんか何ですか、その曲がってると悪みたいな、悪じゃないけどまっすぐが正義みたいな、なんかこれなんか嫌だなと思ってるんですよね。なんかお客様が一言言われたセリフがあったらしくて、ねえなんか今日曲がってるね、なんか嫌な気持ちになったみたいです。え、曲がってちゃダメなのって僕は思うんですよね。え、まっすぐな方がなんか正義なのっていうか、まっすぐがいいのみたいな、なんか違うなと思います。僕だってまっすぐがいいと思った時期もありますけど、やっぱこうやってね、これ癖毛ですって言うと皆さんにあいいなって言われたりしますね。まあ自分ではやっぱ飽きてますけどまあですね、だからこうやって癖毛を生かしてスタイリングっていうのをですね、食生毛さんはちょっとやってみられてもいいのかなと思います。でも大前提としてはやっぱカットですね。癖を生かしたカットをすることですね。癖を生かしたカットをして、ダメージによる癖とかもあるんですよ。だからダメージによる癖はやっぱヘアケアをしっかりしておくことですね。ダメージによる癖は生かせないです、なかなか。はい、自分の癖をですねこう好きになろうっていうことですね。まあ、宿毛矯正が悪って言ってるわけじゃないんですけども、宿毛矯正をするともう自分の髪質じゃないですね。はい、髪質も変えちゃうんで、変化させちゃうんで、そしたら宿毛矯正し続けなきゃいけないですもんね。ですので、まあこう宿毛矯正やめたいって言われるお気持ちもやっぱ分かります。はい、ちょっと時間はね、やっぱ今宿毛矯正しちゃったよみたいな人はやっぱ時間はかかるかもです。宿毛矯正をなくすっていうのはですね、宿毛矯正って半永久的に残っちゃうんで、ですのでもしちょっとでもですね、もう自分の髪質がいいなとか宿毛矯正やめたいなと思う方はムースとオイルちょっと使って今からの動画をちょっと参考にしてみて自分の癖を生かしてみてください。きっと可愛くなれます。どうぞ。Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again?Hold you tight, call you mine. Think about you every time. I remember that it's over. Yeah. You never break, you never lie. You're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop.Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah.Find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break, you never lie. You're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stopCan't stop, yeah, yeah. You never lose an argument,
So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase.